特急二次予選の審査員インタビュー、佐藤裕樹さんにお話を伺いたいと思います。ではよろしくお願いします。お願いいたします。はい、佐藤さんは、名古屋音楽大学の演奏科コースを出られて、今は、東邦学園の大学院大学、修士課程に在籍していらっしゃいます。ピティナのコンクールはですね、特に特急は、2019年から3年連続のご参加、ご出演かなと思いますね。3回連続の特急二次予選進出だと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。3年連続でね、去年も二次予選でも一次予選でも素晴らしい演奏を披露していただきましたけれども、また今年出てくださる、理由とかきっかけとかをお願いできますか？去年、おととしと参加させていただいて、参加するたびに、こう自分の成長にとてもつながっているなというふうに感じていまして、で、今年もさらなる研鑽のために参加させていただこうというふうに思いました。具体的に、どんな部分が成長したなという実感とかありますか？やはりその、もともとその舞台経験っていうのがやはり浅かったので、本当にその舞台で演奏するっていう経験ももちろんありましたし、やはりその音楽とのその距離っていうんですかね、距離の保ち方というか、こう参加するたびにその音楽との距離がこう近くなっていったような気がしています。なるほど。今年の、二次予選は、クープランの商品を2つ弾いてくださって、それからショパンのロ短調オクターブのエチュードですね、そしてスクリャビンのソナタ10番と、詩曲「炎に向かって」という、作品、これらを弾いていただきますけれども、二次予選のプログラムの、ポイントとか、好きな曲とか、プログラムについて教えてください。二次予選のプログラムは、こう全体的に、なんというか、幻想的な雰囲気というか、ちょっと人間界からちょっと離れたような感じの世界っていうんですかね。っていう曲がやっぱり多いかなと思っていて、クープラの作品は、まあ今までバロックの作品というと、バッハの作品をたくさん弾いてきたんですけど、フランスのバロックの作品はあまり演奏する機会はあまりなかったんですが、こう最近興味が湧き始めて勉強し始めた曲で、最初の幻影っていう作品は、こう最初堂々とした感じで始まって、で、後半ちょっとテンポが上がって軽やかな感じになるんですけど、その前半後半のこう対比っていうのが、面白い作品だなと思いますし、2曲目の「さまよう亡霊たち」はとてもこのバロック時代にしてはロマンチックな作品で、こう個人的なイメージとしては、こう死者の慰めというか、亡くなった方への送る曲っていうイメージがあって、こう悲しさの中に美しさがあるような魅力的な曲だなというふうに思っています。はい。すごい、聞くのすごく楽しみになりました。バッハはね、いろいろと勉強してこられて、で、最近フランスのバロックに興味をっていうことなんですけど、実際フランスのバロックを弾いてみて、バッハとまた違う、どんな魅力がありますか？そうですね。フランスのバロックの作品の方がバッハと比べて、この音の遊びっていうんですかね。そういう音の遊びが、こう多いというか、こうより自由な感じが気にしていて、バッハよりももっとこう即興的な雰囲気がより強いのかなというふうに個人的には思っています。そしてプログラムの後半は、スクリャビンのソナタ10番と炎に向かってて、スクリャビンをね、2曲、後期の作品ですよね、弾いてくださるんですが、これらは、どういう理由で選択されたとか、どういう魅力がありますか？
個人的にスクリャービンの作品がとても好きで、で、まあ、初期や中期の作品もこれまでに、まあ、勉強はしてきたんですが、スクリャービンの作品は、こう、初期、中期、後期と、こう、目まぐるしく作風が変化していくと思うんですが、この後期の作品になると、スクリャービン独自のその神秘主義っていうものが、こう、濃く反映されて、いて、こう、その他の10番なんかはこう自然の神秘みたいなものがこう表現された作品なのかなっていうふうに思いますし、こう最後の炎に向かっては、まあ、いい意味で気の狂った感じの場面があったりとか、こうトランス状態に陥るようなこう短いながらこう壮大な作品で、まあ、どちらもすごく神秘的なこうスクリャービン独自の魅力が詰まった作品かなと思うので、そういうところをこう自分なりに表現できたらいいなというふうに思っています。スクリャービンも楽しみですね。なんか二次予選のね、まあ、一貫したテーマとして、まあ、ちょっと人間の世界とは違うような、世界観を描いたものということなので、まあ、その世界観が非常に楽しみですけれども、まあ、去年ね、まあ、名古屋音大から環境を変えて、東邦の大学院大学に移った1年目で受けてくださったというところだったんですが、まあ、その環境も落ち着いてね、この1年また勉強を進められたと思うんですけど、まあ、この1年はどんな勉強ができたと感じていらっしゃいますか？まあ、そうですね。なかなかコロナの影響で、こう本番が急に飛んでしまったりとか、いろいろあったんですが、まあ、その中でも、こう、まあ、ソロだけではなく、まあ、室内楽とかコンチェルトだったり、もういろんな方面にわたって勉強する機会をいただいて、まあ、とても充実した一年になったかなというふうには思っています。なるほど。じゃあ、最後に今年二次予選、あるいはそれ以降のラウンドを聞いてくださる方が、まあ、ホールだったり、オンラインだったりで、たくさんの方に聞いていただけると思いますので、聞いてくださる方にメッセージをお願いします。はい。まあ、コロナの影響で、まあ、こう、なかなかホールに直接足を運ぶことが難しい状況ではあるんですが、まあ、オンラインだったり、まあ、できれば会場でも聞いていただけるかわからないですけど、聞いていただく方に、こう、少しでも、こう、作品の魅力が伝わるような演奏ができたらいいなというふうに思っています。はい、まずは二次予選の演奏を楽しみにしております。今日はありがとうございました。がとうございました。